キッド君とキッドちゃんの発見スマイル探検隊。まったく、どいつもこいつも相変わらず不満を抱えてるね。どこかに温かくて頼りがいのある男っていないのかしら。そんなお家なら知ってるけどね。今回はヒット大野城住宅展示場に来たよ。県道31号線沿いの結構目立つ場所よね。こちらが今回おすすめのモデルハウス。どっしりして安心感があるわ。すみません、お邪魔します。いらっしゃいませ、こんにちは。ユニバーサルホームの峰川です。峰川さん、暖かくて頼りがいのあるお家を探しているの。そのようなご希望でしたらユニバーサルホームの建物がぴったりですね。ぜひご案内させてください。よろしくお願いします。こちらのモデルハウスはこのようなハイリビングにしております。天井高を 3.7 メーターにすることで縦に広がる空間を演出しております。そして和室、リビング、キッチン、ダイニングと一体化することで家族がゆったりと過ごせる空間になっております。家族の温かさが伝わる間取りだね。確かに足元がポカポカするんですけど。1階全室が床暖房標準仕様となっております。地熱を利用することで夏は涼しく冬は暖かく、また基礎は床下が完全密封構造となっているため強度が強いのはもちろん、床下浸水がありえないため多くのお客様からも信頼の厚い商品となっております。基礎の安全性は完璧ね。でも建物も丈夫じゃなきゃね。ヒントちゃんも熱望しておりました頼れる建物、その一つがこちらの外壁材 ALC です。断熱性や耐火性に強く、厚みも 3.7 センチありますので重厚感のある外観に仕上がります。続いて2階へご案内いたします。こちらはリビング上部に設けたロフティスペースです。勾配天井の下の空間を有効に利用することでキッズスペースやテレワークスペース、あとは趣味のお部屋などとしてもマルチにご利用いただけます。例えば吹き抜けは欲しいけど2階の空間がもったいないなと悩まれているお客様にはこのようなハイリビングプラスロフティスペースがおすすめだと思っております。ユニバーサルホームはあなたを守りたいというブランドメッセージのもと、災害に強い建物でご家族を守るお手伝いをさせていただいております。どうぞお気軽にモデルハウスに遊びにいらしてください。暖かくて頼りがいもバッチリね。よっしゃ合格。頼りがいならヒントちゃんが一番だね。